闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。一人の緑子が私たちのために生まれる。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。私の主